東西線は、宮城県仙台市大白区の八木山、動物公園駅から同市若林区の荒井駅を結ぶ、仙台市交通局の地下鉄路線である。ラインカラーは青。2015年12月6日開業。路線記号は T。事業名称は、仙円広域都市計画都市高速鉄道第4号、仙台市高速鉄道東西線。事業延長は、 計画で 14.38km。市の南西から仙台市都心部を経由して、市の南東へと、ほぼ東西に市を貫く経路をとっており、仙台駅で南北線や東日本旅客鉄道各線と乗り換えできる。トンネルの断面積が南北線と比べてに、3程度と小さく、105R の急曲線が5カ所あり、縦断勾配が57パーミルの急勾配区間を、 要するミニ地下鉄の路線である。車両の駆動方式として、鉄輪式リニアモーター方式を採用しており、車両の運転方式は、ATC の速度制限と、地上側に設置された、トランスポンダ地上市からの地点情報をもとに、車両の自動運転を行う、ATO による、ワンマン運転が行われる。駅のホームはすべて島式ホームとしており、ホームには、 可動式ホーム柵が設置されている。また、車両において回生ブレーキ時に発生した電力を変電所に設置されている液設備に電力を供給するための装置を介して、液設備等に電力を供給することにより、電力の有効利用を図り省エネルギー化が図られている。広瀬川を橋梁で通過しているが、これは広瀬川を地下で通過した場合では、 青葉山駅が極端に深い駅となってしまうためである。駅はすべて地下にあるが、駅間だけが地上に出るのは、日本国内の地下鉄路線で等路線が唯一である。現在の地下鉄東西線建設計画は、仙台市都心部とその南西及び南東の各地域を東西につなぐものである。主に仙台中町段球場の平地にある都心部に対し、南西部は、 広瀬川が形成した多数のし岸球及び青葉山丘陵を侵食して形成した V 字国により標高差の大きい複雑な地形が広がり、さらに仙台城や天然記念物、青葉山を回避するよう道路が建設されたことからボトルネックが多数ある。一方の南東部は大都市寺山断層や長町地付線が南北に通り、 その東側には地下水位が浅い中石平野が広がるという地下が複雑な地形であり、その上には奈良時代からある道の区国分寺周辺地域、江戸時代の若林城下町とその郊外部、そして昭和初期から開発が始まる広大な土地区画整理事業地域と複雑な経緯で成立した市街地が広がり、特に旧若林城下町では城下町特有の競争路線、 屈曲路が多い。そのため、南西、南東の両地域と都心部との間は、ラッシュ時の渋滞が激しく、その改善は仙台市にとって長らく課題であった。地下鉄東西線の構想は1970年代から検討され始めた。しかし、当初は現在の計画とは異なっており、以下の3つの計画が並立していた。すなわち、 工業、流通団地が広がり、沿線の人口密度が低く、地下が複雑な南東部では、地上の新交通システム、地上に路線を新設するには、困難が多い都心部では国鉄及び直通する地下鉄、標高差が大きい上に回避すべき、保存地区が入り組む南西部には、線形の自由度が高いモノレールや、新交通システムなどの地上軌道を設置し、 各のを接続する構想であった。上記の計画のうち、潜石線の地下化は、連続立体交差事業として実施され、2000年に完成した。仙台駅西公園間の地下鉄線整備については、地下化する潜石線をそのまま西公園まで延伸する。案もあったが、当時の国鉄の資金調達が困難だったことから、潜石線と直通する。 市営地下鉄新線を建設する案が模索された。また、1989年の政令指定都市以降の、際に編入合併した旧宮城町や旧秋保町などの西部地域と、都心部との接続の高速化も迫られ、モノレール南西線計画においては、青、葉山、八木山、荻和台などを経由して、旧宮城町に建設予定だった愛子福都心に至る。 路線構想も発表した。これは、仙台市地下鉄南北線の泉中央駅延伸が、精霊市以降の際に合併した北部の旧泉市へのバーターであったのと同様、西部の旧二丁へのバーターの面が強い。しかし、モノレール南西線と地下鉄線の乗り換えの不便が予想されること、短い地下鉄線や、それに続くモノレール南西線では、採算が見込めないことを理由として市は、 計画を再検討し、1991年3月には、当時の石井徹仙台市長が、旧計画の断念を発表。新たに、都心の南東方向に伸びる六丁の目、新交通システム構想と連動した、八木山六丁の目間の東西交通軸を、検討することを発表した。その後、石井がゼネコの汚職事件で逮捕され、 藤井はじむ新市長が東西線計画を継承した。藤井の下で東西線計画は検討が進められ、東西線は潜石線と分離した完全な独立路線となることになり、西部の旧二町への路線区間は削減され、旧仙台市部分のみに計画路線長は短くなった。バブル崩壊があったとはいえ、政令市以降間もない時期に西部旧二町との約束は保護となった。 1998年8月、市は、具体的な東西線のルート案を公表した。路線延長の短縮で、従来の計画からすると不利益をこむることになる。地域の不満解消のため、1999年7月に、市は、アクセス30分構想を策定し、在来線への複数の西岸駅の設置や、オムニバスタウン事業による、バス交通の利便性向上など、JR、 地下鉄、バスを含めた公共交通機関の総合的な利活用政策を進めることになる。2000年3月には東西線のルートが正式決定し、同時に鉄輪式リニアモーターカーを採用することも決定。同方式は1990年開通の大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線で導入されたばかりの新方式であったが各地で導入が相次いでおり、また、 標定速度が速いため、アクセス30分構想を促進し、トンネル計が小さくて済むため建設費削減ができ、線形の自由度が高いため複雑な地形要素を克服できるなど東西線への導入利点が多かった。ただし、車両の規格が異なるため、仙台市地下鉄南北線及び JR 各線との直通運転は不可能となった。 2005年7月31日投開票の仙台市長選挙では地下鉄東西線の建設問題が争点となったが、優待する藤井市政の継承と地下鉄東西線の建設推進を公約とした梅原勝彦が当選し、反対派や慎重派の候補は落選した。反対派と慎重派の候補の得票を合計すると、推進派の梅原の得票を超えていたものの、 反対派と慎重派の候補が乱立して市民の意見集約ができなかった選挙戦略の稚拙さのため選挙後は反対派慎重派だった市民の注目は急速に衰え地下鉄東西線の建設は新市長のもとで急速に推進された需要予測については課題な見積もりではないかという疑問がたびたび出され裁判でも争点の一つになった 仙台市は裁判で勝訴が確定すると、2012年8月22日に地下鉄東西線の事業費及び需要予測を大幅に下方修正する発表を行った。2021年1月1日現在の仙台市の推計人口は109.2万人。全列車、八木山動物公園駅、荒井駅間を通して運行されている。 運行本数は平日の朝ラッシュ時間帯は約5分間隔、夕方ラッシュ時間帯は約6分間隔、日中と土日祝日は終日7分30秒間隔で運行されている。また、毎週金曜日は南北線と同様に通常の終電車の後に臨時列車を両方向1本ずつ運行している。2000経前駅とも宮城県仙台市に所在。 ありがとうございます。